タングステン酸ジルコニウムは、金属酸化物の一つであり、いくつかの珍しい物性を持つ。上圧で、ジロニとオサを反応させて生じる層は、純安定な立方症症であり、負の熱膨張材料である。すなわち、広い温度範囲において熱すると膨張するのではなく、収縮する。ZRW2O8 の熱膨張率は、 東方的かつ広い温度範囲において絶対値が大きく、他の負の熱膨張率を示すセラミックスのほとんどとは対照的である。高圧下では他にも様々な層が生じる。立方症タングステンサンジルコニウムはいくつか知られているタングステンサンジルコニウムの層の一つで、おそらく負の熱膨張材料としては最も研究の進んでいる物質の一つである。この物質は、 それまでに類を見ないほど広い 0.3K から熱分解点である 1050K までの温度範囲で連続的に収縮する。口述の通り立方傷構造を持つため、熱収縮は東方的、すなわちどの方向も同じ比率で収縮する。この物質がなぜこのように際立った負の熱膨張を示すのかについては未だ多くの研究が続けられている。このは 室温では、二元酸化物であるジロ2とオ3に対して、熱力学的に不安定だが、これら二つの酸化物を両論比で混合しおよそ摂氏900度まで、熱した後に室温まで急冷することにより、合成することができる。立方症タングステン酸ジルコニウムの構造は、頂点共有するジロ68面体と四44面体を構造単位とする。その珍しい熱膨張特性は、 合体単位モードと呼ばれる多面体構造単位の連成回転を伴う振動モードが収縮を引き起こすことに由来すると考えられている。立方章 ZRW2O8 の結晶構造を図示したもの。2種類の構造単位、068面体と44面体が頂点を共有している。この図は W2O8 構造単位が立方格子の対角線上に位置していることが 見やすいよう、不完全な単位法を示している。立法省 z r w 2 o 8の結晶構造における原子団の配置は単純な NACL 型結晶構造と類似している。ジロ6八面体が NA サイトを占め、z r w 2 o 8原子団が CL サイトを占める。単位法は辺の長さが点一五四六二の単純立法、ブラベ格子で、 44原子を内包する。ジロ68面体は小8面体構造からわずかしか歪んでおらず、すべての酸素原子サイトは対称な関係にある。w 2を8単位は互いに結合していない、結晶学的に異なる2つの44面体からなる。これら2種類の4面体は異なる W、大結合帳及び結合を持つ。 およ四面体は一つの酸素原子が拘束されておらず、他三つの酸素原子はジルコニウム原子とも結合しているため、対称性が崩れており、正四面体構造から歪んだ構造を持つ。低温では結晶構造の空間群は P213 である。より高温ではタングステン酸原子団の排行の乱れから反転対象中心が生じ、相転移温度より高い温度では、 空間群はパスカル3となる。八面体と四面体は酸素原子を共有して互いに結合している。図中の八面体と四面体が接している位置が共有される酸素原子のサイトである。四面体と八面体の頂点は酸素原子サイト、中心にはジルコニウム及びタングステン原子サイトである。これら二つの構造は 共有頂点の酸素原子サイトを中心として多面体構造そのものを歪ませることなく幾何学的に回転できる。特定の低周波固有振動モードにおいてこの回転運動が前述のラムによる収縮を引き起こすことが負の熱膨張の由来であると考えられている。高圧下ではタングステンサンジルコニウムはまずアモルファス症へ、次に ジルコニウム原子とタングステン原子の秩序が乱れた8、酸化酸ウラン型章へと一連の相手に異を生じる。バーダンダナンドより、XRD スペクトル。バーダンダナンドより、推測されるタングステン酸ジルコニウム銅、複合系を、ヒップ処理した、際の反応気候熱貫通法圧加圧法により、ZRW2O8CU 複合系を、作成することができる。 1997年、シーバーダン及び DC ダナンドは、流系の近いタングステン酸、ジルコニウム粉末と同粉末を同コーティング済み、低炭素交換中で圧力103%温度摂取600度で3時間ヒップを行った。下にウムゲッターポンプで真空に引いた、クオーツ試験管中で同じ粉末混合物に同じ摂取600度で3時間。 熱処理のみを行う対象実験も行われた。論文に示された X 線解説実験結果を図に示す。は、未処理のタングステン酸、ジルコニウム粉末は、対象実験結果がヒップ処理の結果である。スペクトルでは、図中左に位置する ZRW2O8 ピークがなくなっており、新たな層が生じていることが見て取れる。一方、対象実験では、 ZRW2O8 は一部しか分解していない。CU、ZR、W を含む複合酸化物が生じていると考えられるが、制限シや解説により反応後に CU2O が凝結していることが明らかになっている。図示するように、二つの平行過程からなるモデルが推測されている。タングステン酸ジルコニウムが分解し、高温下での低い酸素分圧から、 酸素原子が失われ、CU o が生じる。銅がタングステン酸ジルコニウム中に拡散し、冷却中に酸素を吸収して新たな複合酸化物を生じる。CU o は数少ない非常に高価な貴金属酸化物に次いで非常に安定であり、ZRW2O8 よりも安定であると考えられるため、速度論支配の反応を考慮しなければならない。 例えば、反応時間を短くし、温度を下げることにより、反応中の酸化物の異なる層により引き起こされる残留応力が緩和することになり、酸化物粒子の剥離による熱膨張率の増加につながるのかもしれない。ありがとうございます。